はい、こんにちは、こんばんは。今日のテーマは二次関数のグラフと二次不等式というお話です。二次不等式、二次関数の最後、二次関数の最大値最小値とかいろいろやって二次方程式が出てきて、その後に二次不等式が出てきます。まあやっと出てきたかって感じなんですけどね。二次不等式、実は二次不等式にはまあ大きく分けて3パターンです。大きく分けてですよね。こういうふうに1、2、3って分かれるんですけど、まあそれも後でまたまとめます、ね。で、このパターンがあるからといって全部暗記しようっていう、そういう無謀なことは絶対にやめてください。ね、絶対忘れちゃいますから、そんなのはね。だから今日は、今回ではね、二次関数のグラフを使って考えようということです。ね、で、そもそも二次不等式のまず考え方なんですけど、こういうことをやったことがないのかなってちょっと不思議なんですけどね。左辺の式を y というふうに考えてやって、まあ、これ因数分解できますよね。こっちがプラスですね。ということです。左辺のグラフ、左辺の式を y イコールと、まあ置き換えですよ、結局。置き換えをしました。ということはこれが y になったわけだから、y が0より大きい、ね、だからつまりね、y、まあ、1つが方程式になっていて、こちらが不等式になっているわけだ、ね、ある二次曲線の、まあ、放物線の方程式です。1つがね、でもう1つが不等式。つまりね、こう考えて、あ、これ連立って書いてある。要するにこれ連立なんですよね。連立、まあ方程式もあり不等式もあるから、ちょっと連立なんとかって言えないんだけどね。はい、連立です。つまりね、どういうことかというと、この上のやつ y イコール二次関数 y イコール x2 乗マイナス 2x マイナス3のグラフにおいて y が0より大きくなるときのx の範囲を求めればいいわけです。ね、x の範囲を求めると。求めようにしとこうかな。ね、つまりね、二次不等式を解けっていうのは、つまりこういう意味なんだということなんだよ。いいですか？ね、でもね、まあ計算慣れてくるとね、そんなこといちいち考えなくてもできちゃうわけだ。だから、そのうちなんか暗記になっちゃうんだよね。理屈も分からずに暗記してる人なんか最悪なんですけど、まあこういう式をこういう解釈をする。ね。結構読み替えをするわけや。読み替え。左側を y に置き換えて、y イコール二次関数。そして y が0より大きいというふうな2つの式に分けて考える。この2つに分けるってすごく大事だよ。高校数学でこれから何度も出てくるからね。で、今回は、ということで、まあ、グラフを書くんですけど、さあ、グラフさっき因数分解できました。因数分解できたってことは、当然、グラフは、x 軸と2点で交わってるはずなんですよね。ね、マイナス1と3。この2つで交わってます。だから、あとは、もうグラフ書きました。ね。じゃあ、y が0より大きいってどういうことかというと、まあ、y 軸書いてもいいんですけど、まあ、この辺書いておこうかな。y 軸も、普通は書かないんですけどね。y が0より大きいというのはどういうことかというと、x 軸よりも上ということです。x 軸よりも上。この部分です。ね。x 軸よりも上。この辺の境目よく見てね、微妙に、うん、ちょっと当たってるかな。微妙に x 軸から離してるつもりなんですけど、ね、ちょっとこの辺がかすってるかもしれない。x 軸より上ですからね。ね。ということで、さあ、このグラフにおいて、x 軸よりも上を通るときの x の範囲を求めよう。ですから、これ結局どういう意味かというと、x 軸、この斜線部分を通る。この斜線部分を通るって、ここですよね。グラフ、ここ通ってますよね。ここ入らずに、ここ通ってますよね。ね。だから、この2点から両側にビューッと上がっていく感じになってる。ね。いいですか？さあ、その時の x の範囲。つまり、この部分は、x はここです。ね、ここです。で、こっち側の部分も同じように、x はここです。私はこの2つのことを角と呼ぶ。角。角ってあの角ですよね。
あ、色間違えた。ね、この色じゃまずいね。まあいいや。角の部分、ね、角が出てきた場合には、これ、両側に X の範囲が分かれるんです、ね。ということで、この緑で書いたところ、この緑で書いたやつが X の範囲ですから、マイナス1より左側、ね。で、そして3より右。というのが、この不等式の解です。で、今言ったように、マイナス1よりは左側ですからね。左側だから、左側に X 書いてくださいよ。ね。これより右だから、右に X を書いて。で、3より大きい。マイナス1より小さい。っていうふうに、2つの部分に分かれるというのが、この二次不等式の解。ということになるわけです。さあ、この考え方を使って、まず4つ。式同じです。ね。式は全く同じですから、同じグラフができるはずです。この同じグラフができるんですけど、じゃあそれを今の考え方、斜線を引く場所が変わるんですよね。今度は Y が0以上、Y が0より小さい。というふうな感じになるから。あ、これはないわ。この3つだ、ね。この3つをちょっと今からやってみてごらん。はい、どうぞ。さあ、それじゃあ、はい、それではちょっと解説していきましょうか。答え合わせしてみましょうかね。ですから、今と同じグラフを書きます。こんなもんでいいですかね。あ、ちょっと待ってね。スペースが狭いんでね。もう少し上に書かせてもらう。この辺に書かせてもらおうか。X 軸があって、グラフは2点で交わって、で、0以上ということは、X 軸から上です。さあ、さっきと微妙に違ってるでしょ。見てごらん、これ。さっきね、少し。間を空けてたのが今度はピタッとくっつけました。この X 軸と斜線がピタッとくっついてるのが分かります？で、こういうふうに神経質になってください。こういうところに気を使ってやってみてほしい。そうすると、じゃあグラフはどこかというと、グラフは斜線部分、ここを含んでこういうふうな感じで、ここの点も含んでこうなります。角です。角。しかも、ここを含みます。ね、交点を含みます。だから、X の範囲は右と左に分かれます。ということで、解は、ここ含むからね、ね、マイナス1と3でしたね。マイナス1以下と3以上というのが、この不等式の解です。ね、角です。角。角。角って、まあ、ここもちょっとね、色変えたいんだ、実は。角です。角じゃないよ、角だよ。ね、この角の部分。ね。だから、角の部分が当てはまるのであれば、X の範囲は両側に左、2つに分かれちゃうんだということ。ね。まあ、イコールがつけば当然イコールもつくんですけど、まあ、この辺は覚えてもいいです。ね。イコールがあれば、こっちにイコールがつくと。ね、はい、これもできますね。こうやってグラフを書いてみます。で、こんな風に2点で交わります。全く同じ図を書けばいいです。で、0より小さい。今度はね、0より小さいってことは、X 軸よりも下ってことだから、ここに斜線引いてある。ね、こんなもんね。で、少し離してます。離しました。軸から離れるように斜線を引いた。ね。で、そうすることで、今度は、ここ通ってますよね、ここが、ね。で、ここは含みません。含みません。ということで、じゃあ、X の範囲はと言われたら、この間です。ね。はい、答えは、マイナス1と3の間。ね。間に X を書けばいいんです。マイナス1と3の間に X を書けばいい。もうこの見た通りのことを、ここが X、当てはまる X だから、これとこれの間。ね。で、私はこの形を、これを、顎。この部分ね。この部分を顎と呼びます。ね。顎と角。顎になったら挟んで、角になったら2つに分かれると。そんな感じでね、イメージしてもらえばとても簡単だと思います。で、次なんですけど、もうできてますかね、皆さんね。X でこういうふうにまた2点で交わるグラフ書けばいいんです。で、マイナス1と3なんですけど、今度は0以下ですから、ピタッと横軸からこう線を引いてみてください。ね、斜線を引いてみると。で、そうすると、今度は、X 軸、この顎の部分も当然なんですが、ここも含みます。ここも含みます。ということは、その両側を含んで、その間の部分という、そんな感じで、ちょっと狭くなっちゃったね。
マイナス1以上3以下ね、映ってるかな。あ、大丈夫だね、よかったよかった。カメラのフレームからはみ出しちゃまずいんでね。さあ、ここまで同じ式でやったんですけど、ちょっと微妙に変えてますね。ちょっと変えました。x 2乗プラス x マイナス3で0より小さい。で、実はね、これ仲間なんですけど、残念ながら因数分解できませんね。で、皆さんは因数分解できそうにないとき、解の公式当然使いますよね。で、実はね、解の公式をいきなり使うんじゃなくて、まず判別式だけ計算してみてほしい。判別式、判別式ね、1-4ac だから 4×3 のマイナス12だけどプラス12になって13です。つまり正の数ですね。ということは、この時点でグラフが今までと同じように2点で交わることまでは分かります。2点で交わることが分かります。で、そして0より小さくなるところだから、こうね、斜線引いてる顎だ。なんかこれが顎ひげに見えてきたね。顎ですね。だから、このここは含まないんだけども、この顎の部分が答えね。じゃあ、さっきのマイナス1とか3に相当するこの2点の座標どうなるかというと、ここでちょっと一つ知恵を授けます。で、実はね、もう形が分かったんです。先にこれ書いてください。先に書いちゃいましょうね。顎だから x を間に書いて、不等号先書いちゃいますね。で、解の公式を使って、もう最後13ってことまで分かってますから、ルートの中は13ですよね。だから、はい、両側同時進行で 2a 分のマイナス b にプラスマイナスルート13と両方いっぺんに書くんですよ。はい、終わりということです。これでいいんですあのね、回答とか見るとね、イコール0を解くとこうなるよ、解の公式使って求めたよ、だからこうなるんだっていちいち書いてますけど、あれはあくまでも解説ですからね。解説通りのことをテストで書く必要はないですね。本当にグラフをさっと書いて、この2点の座標っていうのは、2点の x の値っていうのは解の公式を使うんですけど、2点で交わるかどうかをまず調べる。その時に判別式を使えばいいね。で、その判別式の13というのは解の公式の時にここで使えるんですよね。だからこれ一石二鳥です。2点で交わることを確認できるし、解の公式に代入できる。これを一つやっとくだけでスピードアップ間違いなしね。そういうことをちょっとね、まあ途中説明書かないと気が済まない人は書いてください本当にスピードがないとね、やっぱダメなんだよ計算って。スピードが命です。まあもちろん正確さも大事なんだけどね。さて、じゃあ次行きましょうか。次、はい、ここまでが一つのパターンなんです。2点で交わるんです。もう見ての通りね、これもうカッコ2乗ですよね。カッコ2乗 x マイナス2の2乗で、もうこの時点で、あ、なんだ、接するんじゃんって分かっちゃうんだな。こうやって接するよね。接するよ。もうとにかくグラフで考えるよ。グラフで考えます。接するんです。2で接します。そして0より大きいと言われたら、0より大きいんだから、この斜線上に引きますね。 x 軸に当たらないようにね、ちょっと間を空けてね、これこっちを少し隙間を空けてくださいね。で、そうすると、じゃあその斜線部分をグラフが通ってますね。通ってますね。あれ、一瞬ここダメだなと。で、ここ通ってるよね。だからね、2のところ、この x 軸と接するところ以外全て通ります。斜線部分を通ってますね。ということで、これどういうふうに答えるかというと、2より小さい、2より大きいと答えてもいいです。 x は2より小さいところと2より大きいところと書いてももちろん正解ですし、もう一つ、2を除く全ての実数というふうに答えてもいいです。どちらでも正解です、ね、式で書くか言葉で書くか、ね、こちらでも正解です、ね。まあ、ちょっとあまりこれ見かけないかもしれないけどね、あの回答の中にはあまり書いてないかもしれませんけど、これでも正解ですよ、ね。2を除く、2より小さい部分、お、そうだ、緑がなかった。緑で、ね、この両側引いておかなくちゃね。
ね、緑が X の範囲だよ。ね、X の範囲緑。こうやってね、色を統一するんだよ。こうやって色を統一しとけば、X の範囲が緑だぞーって統一しといてやると、あれ、これ書いてないじゃん。書いてないね。ね、それ統一しておくと、まとめのノート非常にスッキリ、うまくまとまります。ね、さあ、もう分かったね。じゃあ、この3つやってみてごらん。ね、はい、どうぞ。さあ、簡単だったでしょう。もうこれはもういらないから、グラフからいきます。いきますよ。接するんですよね。2で接します。ね、0以上ですから、このピタッと X 軸までこう線を伸ばしてください。ね。X 軸。ということは、もうこれこそまさに、この点も含めて、これ全部です。全部です。ね。このグラフ全部が斜線の中を通ってます。ね。いいですか？グラフ全部が斜線の中を通ってるわけよ。だからその時の、ね、その時の X の範囲を求めるんだから、これが全部と。ということで、すべての実数。ね。いいですか？はい、次も行きましょうか。こんな調子です。スッといって。2で接するんです。で、0より小さい。ということは、ちょっと離れるように書きましょう。ちょっと離して隙間を空けて斜線を引いてみましょう。ということは残念ながらこのグラフは全く斜線部分を通ってません。はい。いわゆる解なし。ね。高校からは解なしっていうのも普通に出てきます。当たり前のように出てきます。ね。まあまあ計算の途中ですけどね。計算の途中にこういうのが出てくるわけなんですけどね。で、ラスト。ラストって言ってますけど、不等号4種類全部やってるわけですよ。大丈夫？わかってるか？これでラストね、2で接します。で、X 軸ここです。あ、X 軸書いてなかった。で、そうすると、0以下、今度はピタッとくっつけて、0以下を一瞬当たった。グラフと少し当たったね。一瞬ね。つまりね、ここだけなんですよ。ここだけ。ね、緑重ねて塗ると真っ黒になっちゃうんでね。あ、これじゃなかった。もう、緑は書きませんけど、つまり、この状況を見て分かることは2だけ。というふうに、グラフが接する場合、つまり括弧の2乗の形になる場合は、4タイプ全部形が、パターンが変わってしまいます。でここが一番、面倒ではないけども、ここをきちんとやらないとね、やっぱ実力つきませんよ。ね。いいですかね。さあ、じゃあラストです。ラスト4つ。これも式全く同じです。じゃあ今まで何が違うかっていうと、はい、因数分解無理ですね。さあ、確認してみましょうか。判別式。これ、ここ偶数だから、4分の D でいこうか。4分の D イコール、はい、マイナス1の2乗引く AC。マイナス3。つまり、負です。マイナスになりました。負の数です。ということは、どんなグラフになるかというと、横軸に対して、グラフは、共有点がないんですよね。ね。さあ、そして、斜線引きます。0より大きい。y が0より大きい。はい、斜線を引きます。おー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 、見事にグラフが斜線の中を全部通ってます。ね。ということで、さっきと同じように、これグラフ通ってるから、もう全部赤で、ね、引いてやろう。で、その時の、じゃあ、x の値はどうかというと、全部です。ね。ということは、解。ね、解は全ての、実数。この緑色のところが答えですから。ね、緑色のところが解ですか。X の値ですからね。ね。で、これ、じゃあやってみてもらおうかな。はい、じゃあ残り3つも、じゃあ今からやってみてごらん。はい、どうぞ。はい、それじゃあ、書いてみましょう。ね、これもね、同じです。同じです。で、0以上、今度は0にぴったり合わせて、ピタッ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 、って書いたんだけど、結局全部取ってるじゃん。ね、ここから離れちゃうんだからね、もう全部取るよね。ということは答えは全部ということ。ね、すべての実数です。ね、すべての実数です。はい。で、さらにこれいきます。これも結局グラフを書くんですが、まあこんな風に軸から離れたグラフ。ね、0より小さい。はい、ちょっと離れるように、こうやって。X 軸から少し離れたところに、こうやって線を引いてみましょう。はい、残念ながら、全く通ってません。斜線部分通ってません。はい、解なしです。
ラストが同じようにグラフを書くんですけど、これも離れてますから0以下のところをピタッ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 とね、ピタッタッピタッね、きれいに X 軸から線引いてね、はい、通ってないですね。はい、買いなしです。はい、終了です。もう二次不等式はこれで全てですね。どういうふうに分類したかちょっと確認してみましょうかね。まず分類の第1番目これです。この左側の問題は全て2点で交わるタイプ、つまり判別式が正のタイプですね。で、そして次右上のところ、この4つは接するタイプですから、接するってことは当然判別式は0ですね。で、最後に残ったこいつらね、こいつらってかわいそうやな、ごめんね、ちょっと言い方が悪かったね。はい、この4問、この4問と言ってもね、実際にはいろんなのがあるんですけど、このタイプに関しては X 軸から離れるタイプだから、当然これは判別式が負のタイプですね。で、判別式は正か0か負の3つしかないんだから、これ以上のものはないです。これ以外のものは存在しませんということで、二次不等式の解の求め方っていうのは、これが全部分かってればもう完璧です、ね、例えばこの頭にマイナスがついている場合、 X の2乗にマイナスがこうついているような場合だとどうするかというと、まず符号を変えればいいんです。向きを変えて、ね、プラスに変えて向きも変えてやればこのタイプになるのかな、ね、あと、こっちのタイプになるのか、ね、こんな不等号の向きが変わるわけです。ね、そんなところはまあ柔軟に対応してもらえば、で、係数がついたって同じです。ね、係数がついても、まあ、因数分解できたり、あるいは因数分解できるんだったらさっさとやってください。ね、もうこんな交わるグラフを書けばいい。ね、そして、解の公式を計算、解の公式を使う前に判別式を計算してみて、それから状況を、ね、こうなるのかこうなるのか、ね、判別式によって2点で交わるか離れるか、まあ、あるいは接するか。まあ、接するのはすぐ分かるね。この2つが区別できますから、ね。で、この判別式をまず書いて、正の数なら2点で交わるグラフ。で、解の、あ、この交点の座標、交点の X の値は、もう解の公式を左右、右と左と同時進行で、これを使ってやればあっという間にできます。ね。はい。もうスピード重視で、もうこんなもの、計算できてなんぼですからね。計算できさえすればいいですから、まあ、正確にちゃんと答えが出せるように完璧にこれを理解してくださいね。はい、ということで、まあ、今日はそんなところにしておきましょう。ある程度は覚えれると思うけどね、もう無理に全部覚えようなんて考えないこと、もう特にこの4種類はね、やっぱ図を書いて確認しながらやってくださいね。これもそうかな、ね、ということで、今日はそんなところにしておきます。それじゃあ、さよなら、バイバイ。